三味線の音が弱いなと思った時のチェックポイント。こんにちは、時和津西洋でございます。三味線を演奏していて自分の音がか弱かったり、あるいは線が細いなと思ったことはないでしょうか。音がしっかりしていないなと思われた場合は、今日お話しするポイントができているかどうか確認されてくださいね。これは先日私が教えていただいて、とても分かりやすいなと思った内容だったので動画にさせていただきます。今日チェックしたいのはバチの置き方です。先のラインが糸に対して十文字を切っているように直角になるように置けているかどうか確認されてください。初心者の人によくある悪い例は このような形になっているケースが非常に多いですね。これですとバチがしっかり糸にかかっていませんから、音がか弱くなってしまいます。しっかり音を出すために三味線の糸に対して垂直になるように、糸に対して十文字を切るようにしてバチを置かれると音が今よりもしっかりすると思います。いかがでしたでしょうか。しっかりした音で三味線を弾けるようになると、曲を弾くのも今よりもぐんと楽しくなります。三味線を弾く基礎の力をしっかり養って、あなたらしい素敵な演奏をされてくださいね。これから三味線を始めたいなと思われた場合は、三味線メール通信もぜひご活用くださいませ。それではまたお目にかかりましょう。